今回紹介するのは「少年ジャンプ」黄金の奇跡という本です。少年ジャンプは世界中の若者の生活に大きな変化をもたらし多大な影響を与えた日本産のものとしてはウォークマンやカップヌードルに匹敵するんじゃなかろうか戦後の日本で世界史上のど真ん中に君臨したものを「 私は他に思いつかない。出るべくして出た本だ。と思う。そして私は読むべくして読んだ。懐かしかった。あられちゃん、ヒューガ小次郎、ケンシュロウ、夢中になってた頃を鮮明に思い出す。80年代から90年代にかけてのジャンプの黄金期を支えた名編集長の回顧録。回顧録といっても、 自伝というより当時のジャンプ連載漫画の作品表に近い内容仙台編集長だった西村重雄氏の一連の著書に比べるとマイルドで暴露的なものは少ないそれでも初めて聞くエピソード「コチカメ」が長らくアニメ化されなかった理由などあり興味深い。 熱血路線で売り上げが右肩上がりの時代の編集者だけあって鳥島体制以降のジャンプに対する不満は垣間見えるし良くも悪くもジャンプを変えてしまった漫画家として戸賀樫義弘に言及していたのも面白かった真面目な写真平松真嗣先生の「そして僕はゲドーマンになる」に登場する権藤さんのモデルの方が書いた著書です。 当時のジャンプの読されドどなエピソードや裏話ではなく社会情勢やトレンドと絡めて成功した秘訣を冷静に書いており写真と言った方が適切かな以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします